岸田総理大臣は日英関係の強化に貢献されたと述べ哀悼の意を示しました。深い悲しみを禁じ得ません。特に日英関係の強化に大いに貢献をされました。激動の世界情勢において英国を導いたエリザベス2世女王陛下の崩御は英国民のみならず国際社会にとって大きな損失です。謹んで哀悼の意を表させていただきます。その上でイギリス王室で史上最長となる70年にわたり在位され世界の平和と繁栄に大きな役割を果たされたと功績を称えました。